大正後期頃、蓬来楼の外観蓬来楼は、駿府の花町として栄えた二丁町にあった代表的、遊郭。大御所となった徳川家康が、駿府の町の治安を保つため、安倍川町に遊郭を作ったと言われ、広さが二丁四方だったので、二丁町遊郭が別称となった。江戸の吉原は、ここから一部が移転されて発展したもので。 本来は二丁長が幽閣の元祖とも言うべき存在であった。オイランに代表される、この車風俗は、江戸時代の庶民の民族や風習を語る上で書く、ことのできない代表的文化となった。イローは、その二丁長で最大の規模を誇る幽閣として長い、間栄えた紀牢である。東海道中膝栗毛や歌川広重の浮世絵に取り上げられたりしたほか、 明治時代は、景気さんと呼ばれ、親しまれた第15代将軍、徳川義信が、お忍びで頻繁に利用していたり、いち早く、文明開化時に芸技を予想させ、話題を呼んだりした。明治28年に新設されたトンガリ帽子の、高等は、静岡の町でも一際目立つ、建築物となり、明治35年の天皇行行の際に、目立ちすぎるとして、改修を命じられたほどであった。 また、静岡を代表する固定詩、駿府の鶴堂こと、森田鶴堂の作品を多く用意したことでも知られ、玄関天井の雲流や玄関掛け魚の、マリに、当時し、各室の神々や、武者や動物などの壁画などが評判を呼び、漆喰芸術の伝道として、昼間には遊郭以外の一般人も、団体で見学に訪れるほど有名であった。昭和に入ってからは、 北原白州の超刀流の際に、ここの芸技が発した、キャールが泣くんて雨ずらよのフレーズは、着ャッキリ節に取り上げられたりした。有吉沢子の小説、高下にも、母子の方向先として、蓬来牢が登場している。長らく映画を極めた、蓬来牢他に蝶々の遊郭も、廃線濃厚の昭和20年、静岡大空襲により消失した。ありがとうございます。